石影あやかし漫画館は、河井隆則による日本の漫画作品。主営者、週刊ヤングジャンプ2010年32号からより、連載を開始したが、2011年1号で、ヤングジャンプ本誌での連載を終了。第21話以降は、2010年12月9日より、ヤングジャンプのウェブサイト、ウェブ地でのウェブ連載へ移行し、 2012年11月22日更新分まで連載された。移行後、ヤングジャンプ2011年52号までの目次ページには本作の名前と作者のコメントが掲載された。コミックスは全11巻。公式サイトウェブ連載、石影あやかし漫画館にて、その数幸が濡れ女編、その二のがに口目編、その三のがその後の 画送り可変を無料試し読み公開中。看末をまけ漫画、表紙カバー下に解説付き妖怪イラスト、後書き、幕中に後日談のイラストなど、単行本用の描き下ろし特典が前巻きあり。石影が実物の妖怪を見て想像し、描くので、劇中に実在する妖怪とは異なるものが多い。中でも名前に、死が付くものは死を連想させるため必殺の威力を持つ。 妖怪画である。ヤングジャンプのホームページで、河井隆の利子書き下ろしストーリーネーム50ページのウェブアニメが配信された。制作は、週刊ヤングジャンプ編集部、制作協力にソフトガージ。全3話構成で2012年2月1日に第1話、同年2月16日に、第2話、同年3月1日に、第3話が公開される。ありがとうございます。